お前がコートに君臨する王様なら、そいつを倒して俺が一番長くコートに立ってやる。コートに残るのは勝ったやつ。勝ち残りたかったら強くなってみろよ。よし。いくら攻撃力が高くてもさ、その攻撃まで繋げなきゃ意味ないんだよ。 またな、ひなた。次も止めてやる。バレーボール楽しい。俺は自分で戦える強さが欲しい。 でも試すくらいならいい。もう一回打ちたいと思うよ。もう一度あそこへ行く。ガラスの脳エースケチョンケチョンにしてやるんだぜ。次は10点取るか。止めなくてもいいんですか。それは仕方ないんじゃないですかね。でも俺はこの速攻が通用しなきゃコートにいる意味がなくなる。俺がブロックに捕まんないトスを上げてやる。もう一回。 遅かったな。少なくとも今ここでは俺のいるチームが最強のチームだろうが。コンクリート出身、日向翔陽です。お前たちの実力がどうあっても見られることで俺たちが弱くなることはない。